はい、玄関です。ちょっと左手に大きめの靴箱ですね、あります。正面行きまして、突き当たりが、リビングですね。ちょっと暗いのですが、コンロの方はこちらのマンションついてます。オール電化なので見づらいですかね。IH コンロの方がついてます。はい、もちろん追い炊きの方もついてます。ベランダ側から見ていただくとこのような形ですね。リビングの横に、6畳の洋室がついてます。エアコンも一気ついてますね。リビングの隣の洋室の収納はこのような形で、横がリビングです。間口がちょっと広いので、普段は開けっぱなしにしていただきますと、かなり大きなリビングとしてお使いいただくことも可能です。お子様をお一人でしたり、カップルさんとかですと、こちらの間口このように開けっぱなしにして、大きな 1LDK としてお使いいただくといいかもしれないです。ちょっとベランダに出まして、風景このような形ですね。このイオンさんがすぐ目の前にあって、南側ですと栃木警察署とかですね、近いです。ベランダも足元失礼させていただきますと、かなり大きめの、ベランダになります。ついでにちょっと外を見ていただきますと、こちらお隣のマンションとこちらのマンションの間にですね、大きめの駐輪場が4箇所あります。これも通常賃貸の物件1棟につき大体1個ぐらいなので、かなり広いです。中戻りまして、はい、リビングのとこにカラーのテレビモニターもあります。こちらが玄関入った左のですね、洋室です。ここも大きな収納がですね、2つですね。はい、このような形で収納があります。押し入れにすると一間半分ぐらいです。収納の奥行きもかなり広いので、スリッパすれば失礼させていただいて、スリッパ縦に3つ置けるぐらいですねありますので、ちょっと大きめの男性の服でも肩が折れたりしないでゆったり入れていただけます。
ちら、北の窓の横ですね。エアコンの方もつけていただけます。ちょっと壁紙で穴を塞いでますが、もう穴自体は開けてありますので、すぐつけていただくことも可能です。最後に水回り見ていただきます。キッチンのすぐ真裏ですね。トイレになります。ちょっと暗くてすいません。で、こちらが脱衣所ですね。ここも、窓がついてますので、換気はよくできます。で、最後にお風呂ですね。ここも追い炊き付きのお風呂がついてきます。はい、こちらのマンションは物置ですとか、その他いろいろ、設備ですね、細かいことと、お知りになられたい方は、ぜひ店舗まで足をお運びください。はい、それでは失礼します。